ダメだよ。これ覚えてる？この企画。いや覚えてるよ、そりゃ。メロン丸ごと5月ぐらいにやってるけど。そうそう、メロン丸ごとかき氷企画。よし、ちょっと見直す。確かに。あ、でもね、俺見直した、さっき。あ、どうだった？薄さだった、最初は。じゃあちょっとやめてみます。いや、なんか別の薄さ、なんかね、ヘラヘラしてた。いや、そんなわけないんだ。しかも180万再生ぐらいされてた。メロンかき氷って。なんか喋ってたんだ。やばいやばい、やばくない？やばいやばい、これはやばいわ。めっちゃみたいな。もうなんか直前まで絶対喋ってたろお前らみたいな感じね。急に中継繋がったみたいな、なんか、ああ、すいませんみたいな感じの。意味がないとかも言っちゃダメだしね。マジじゃんみたいな。もう文字細っていうのもある。そうね、これ、とんだけ多分、まだ全然有料のとか変えてないかな。あ、変えてはいるのかな。まあ、アドビにあるやつだけぐらいなんだろうね。うん、やり方分かんなかったんだよね、多分。これちょっとずれてたりするね、この機械が。確かに確かに。入んなかったんだよね。じゃあやっていこう。やっていこうやっていこう。で、これなんか凍らしてあるんでね。美味しかったんだよ。そう、美味しかったんですよ。はい。で、しかもなんかメニューにしますかみたいな話もあったんですけど。はいはいはい、はい。まあ、結局なんしなかったんですけど。うん。力量不足で。はいはいはい。で、なんか、今、ここへ来て夏だし。そうだね。やろうかなっつって。お昼ご飯を食べて、これ。普通にあの頃の味を楽しめると思うと嬉しい。え、これ。美味しかった記憶あるんだよ。じゃあこれ切っていきます。はい。サムネ撮んないと。ちょっとこれこうやってやんないと。ほんまこうやってやんないと。やっとこう。俺いない方がいい。いや、いいでいいで。はい、持ってて。それ見せる。じゃあ切っていきましょう。それでさっき投げてた。え、やばいよ。えい。まあこういう感じでちょっと周りを落としていこうかな。いや、ほんとに美味しかった記憶あるんだよ。うまそう。うまそうですよ、これ。懐かしいわ。懐かしいよね。冷てぇな。冷てぇんだよ。あの頃より冷たいってすごいからね、これ。それは分からんけどね。すごいことだよ、ね、あの頃より冷たいかどうか分かんないけどね。手がもうね、やばい、かじかみますよ。かじかみですよ。いいよ。えい。もう結構意外と簡単に。もっと硬そうなのにね。うん、多分あの糖度が高いとこもあって、多分カチカチにならないのかもね。ういういやめて。あそこから逆にすんのね。いや、わかんない。公式ルールなし。昔のトミー見たらなんて言うんだろう、俺この状況。でも夢だよね、これ。嬉しい、喜んで笑ってんのかな。復刻もやってるわけだよ、だってハハハハハって二人とも言ってんのかな。ヘラヘラしてる。ヘラヘラしてんのかな。だってさ、これさ、やってた時さ、うん、多分180万再生の未来見えてなかったと思う。なんか2万再生とかだって聞いてるよね。そうそうそう、多分そんくらい。だって初めて5ヶ月とかでしょ。そんなもん言ってないか。5ヶ月で2万3000再生とかじゃなかった。え、5ヶ月で2万再生は当たったなって感じね。そのこう俺らが考えた企画で普通に当たるっていう。1万とかだった気するよ、やっぱこの時って。あ、そうだっけ。もう言ってたっけ。1万、1万再生ぐらい。ほっとけば1万乗るぐらいだったっけ。いや、それかもう3000とか5000とかあった気もする。ちょっとわかんないよね。冷たいよ、これ。でかすぎね。こちらです。はい、メロン丸ごとかき氷にしていきたいと思います。全く同じくだり。全く同じくだり。全く同じことやっちゃった。え、どうしてんの彼らは。ちょっと聞こう。彼らに。彼らに多分切るしかなくない。切ってる。ああ、ちょっと待って、めちゃくちゃうまそうなの、これが。それ美味しいよ、絶対。ああ、うまっ。いいですよ、いいですよ。あ、で、縦も切んない、多分これ。うん、懐かしい、マジで。全く同じくだりをやっている。多分皮に近いから、ちょっと甘くないところだから、甘いところだけ食えばいい。え、でも美味しいよ。これ美味しいよね、さっき食ったけど美味しかった。これどう。おーい。これでもこう見ないと、うん、過去の俺とあれと同じことや。うまいんだけど、うん、手が冷たい。過去の俺らはここ触れれなかったから。なんだ。編集で高さ調節しましたって書いてた。
うざ。あ、めっちゃ柔らかい。うわ、うまそう。うまそうじゃない？うまない？って言って、あ、待って待って、過去の俺らは、確かここで種を入れたままだったの。おぉ、で、種が多いみたいな苦情を言ってた。くだらんこと言ってた。くだらんことをね、ほざき回してたから。うん、あいつら、ほんと、うん、お尻ペンペンの、お尻ペンペンの刑にさ、出所した方がいい。まあ撮影前喋ってた感じです、そのあいつも。ダメなんですよ、ヘラヘラして。そのくだり、じゃあ最悪でも映せよっていう。なんなん、その感じ。今もヘラヘラしてる可能性あるけどな。でも今はさ、そのくだり見せるったりするじゃん。確かに確かに。そのくだり誰も興味ない時代だから切ったんだろうけどさ、じゃあ挨拶ちゃんとやるよ。確かにね。オッケー。大丈夫？わかんない。あ、工具とか。オッケー、かました。よし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 、行く。いいよ、行きますか。そしたら行こう。行きます。はい、どうやった。いいよ、行きます。はい。ええ、なになに、行けてそう。お、すげー。おー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 、なんだなんだ、何なんか、え、こんな感じだっけ。なんかアイスクリームみたいになってる。ちょ、ストップストップストップ、すいませんすいません、失礼します。おいおいおい、誰このかんぴょうまんに持ってきた人。え、おいしそうか。ちょっと、なんか前はさ、ふわふわだみたいな、なんか全然、なんかこういうガムあるよねっていう。グミじゃない、タッチマン。1枚繋がってる。いただきます。いや、まあ、おいしい。あ、おいしくあんだけど、なんかなんだ、フォークだな、絶対パスタ。うん、メロンパスタ、めちゃくちゃ美味しい。なんでね、めっちゃ箸か、これ箸か。めちゃくちゃ美味しいけど、情報が変なのが入っちゃってる。これ箸でいかないと、いらん情報が入っちゃってるな。うん、めちゃくちゃうまい。美味しいですよこれ。え、かき氷それ、冷たいメロン、凍ってもいい。メロンおろしみたいなことになってる。そうね、めちゃくちゃ美味しくある。いくらでも食えそう。いや、そうめん、そうめんの食い方しないで。いや、そうめんの食い方しないで。そうめんの食い方になってるよ。メロンそうめんだわ。またおいで。ちゃんとそのくらい冷たくはあるん。うん、めっちゃ美味しい。こう、あるな。え、こいつどういうことなんだ。ちょっと全部やってみる。ん？やってみる。あ、もうちょいやったら変わるかもしれないからね。いきますよ。うん、逆だったんだね、回すの。あ、そうかも。そうでもないな。よく回してみて。ちょっと待って、細かくっていうのがある。それじゃん。はい、細かくしました。ちょっとやめて。細かくそっち側にいただけ。細かいだけ。細かいだけじゃん。ちょっと行ってみ。え、これなんか特殊だったね、絶対。え、これ普通のかき氷機。あ、氷だったら繋がっていかないんだ。まあね、切れるからね。あ、そうなんだ。いただきます。細かい？おいしい。細かいかどうか聞いてんのに、おいしいって。うん、まあさっきよりはちょっと細麺。あ、細麺。うん、ほんとだ。もうとろみが不具合だな。とろみはないだろ、最初から。まあでもおしゃれではあるよ、ポジティブに捉えると。うん、前衛的なデザートですよ。何かしらの方向性はあるな。うん、え、キイチ君今まずそうと思ってる。え、いや、美味しいよ。思ってたんと違う。そうだね。それはみんな思ってるのが言うな。それはみんな思ってる。絶対に言っちゃダメだよ。これでよくないって言うやつなの。あと箸使うと一気にそのご飯感出るっていうね。刺身感出る。確かに。いや、美味しいよ。美味しいけど、なんかこうもうちょいやったなっていう。まあ夏だからっていう。そうだね。おお、一番粗くしたらどうなのね。これが多分今粗かったんだよ。あ、粗かったら細かくなったんか。でも細かくしたよ最後一番。なんだろう、こういうもんなんだよね。うん、黒板のサブチャンネルでした。ありがとうございました。ハリーの友達の名前を2つ言ってください。ホリーと、うん、
ホリーとドリーやべえだろお前ドビードビードビーとホリーなんで、ねドリーも他のダニエル、ダニエルハリーの本当の姿ハリーの本当の姿は確かにダニエルかもしれないね女の子でしょ女の子痛い系な女の子でしょ痛い系な女の子だよ痛い系な女の子久しぶりに聞いたわ小説の文字でしか見たことない痛い系な女の子なんだっけなだなんだっけ俺あんま見てないのよ気づいてたと思うけど見てないんだろうな何で出したの薄なんとかの部屋までしか見てないの知ってるでしょだっていっぱい出てきてるけどでもなんか成長してる感じは俺無理なんだよねうざびっくりしちゃうんだよサザエさんしか見れないサザエさんしか見れないなんだっけあの女の子だハーマイオニーだハーマイオニーハヨマイオニーハーマイオニーハーマイオニーだハーマイオニーいや無理だよそれ以上はなんでわかんのグレンジャーじゃんグレンジャーグレンジャーグレンジャーハーマイオニーグレンジャーグレンジャーあとはもう一人はちょっと顔大きい人だよね顔大きい人なんだけどなんだ結構イケメンの人イケメンの人成長してめちゃくちゃイケメンになった人だへえだだダニエルダニエルベッカムいやベッカムだよなダニエルはだからハリー・ポッターのいや分からんだ誰あローみたいなローなんだっけ本当にローなにえ近い近い近いローリーってモーリーってローだけあってつってローあってつのにモーリーにしちゃったよ何をぬいぐるみ出そうとしてるんだよえなんですかローまであってるよいや無理だよもう出てくる気しないもんロー2文字目にちょっと教えてもらっていいですか教えてない教えてもらっていいですか？無理。ローハリーの気持ちになったらいいんだ。ああ一回ね。イガディアムレディオーサー。ロなんだっけ？ロそこのロなんだっけ忘れてた。ロから始まる人。めちゃくちゃ失礼。ロから始まる人。めちゃくちゃ失礼。ロから始まる人来て。ダメだ。ロー…なんだっけ本当にわかんない俺知らんもんハグリッドしか知らんもんハグリッドしか知らないんだハグリッドとスネイプ先生しか知らないスネイプ先生そこ知ってるもん知らないんだじゃあ知ってるだろハグリッドとスネイプ先生知ってるといけるだろあとあれハゲの人うん俺じゃない方のお前のじゃない方なんだっけ鼻の人じゃないんだ鼻ない人怖い人だっけ俺がよく例えツッコミで使う人なあ、分かる あ、まあ、例えツッコミで使う人2人いるかなんだっけなんだっけなあの人名前を言ってはいけない人だうんな、何名前はえ、一文字目教えてボルデモートだ、やったやってた一文字目は分かるじゃあ、ロー分かってんじゃんローダメだもう頭固まっちゃってるわロックかかってるわロックって出てくるな何ですか、本当はロック嘘だってじゃあ何じゃあ何じゃあ何じゃあいいよもうロビンソンローランドロッキーロードファイターロードファイターだよお前それお前ロードファイターだよお前それはロッキーは多分ハリーと7個ぐらいの主人公クラスだよお前ローリングストーンズローリングストーンズだよお前超有名なやつだじゃないか急にロジャーじゃないよロロノアゾロなんで日本の作品が行ったんだよ、向こうに
ろう。いやもう絶対出てこない、知らんもん。見た後に聞かれてんだったらいいけど。見た後でしょ、だいぶ経つよ。ロン・ウィーズビーでした。あ、ロンだ、絶対わかった。もうちょい考えてたら絶対分かった。いや、なんでお前、だって5年ってたよ。もうちょいだった。ロンだ。ロン・ウィーズリーだ。ロン・ウィーズリーでした。懐かしいな。杖のやつね。何杖のやつって。あ、なんだっけ。ハッフルパフ。あ、帽子ね。あ、なんだっけ。山高帽の帽子ね。あ、ロン・ウィーズリーじゃなくて、なんだっけ。ハッフルパフと。いや、ハッフルパフはリョウの名前だから、ロン・ウィーズリーじゃなくてとかじゃないけどね。あの、ほかに。グリフィンドールだ。あとは、あと一つ。ザコみたいなやつ。お前、山田孝子がザコ言わないの。急にザコ言わないの。そういうやつあんだよね。なんだっけ、普通みたいなやつな。普通もあるけど、なんかあの、悪役だけいくとなんだっけ。なんだっけ、あの、敵なんだっけ、マルフォイ。いや、マルフォイはそれ、マルフォイが入ってる寮の名前なんだっけ、何でしたっけ。みんななんで、スリザリンだ。あー、スリザリンは嫌だ、スリザリンは嫌だっていうシーンが。あー、そうだ。もう一個あるはず、ハッフルパフ、なんだっけ、ちスリザリン、グリフィンドール。いや、マジそれ出てこない気する。4つ目やばいな、そいつ。賢者の石、秘密の部屋、アズカバンの囚人。最初文字教えて。レです。レ待てよ、レ。あ、はいはい、レイヴンクロー。あ、すごい、すげえ。絶対わからんかったわね。え、地の秘宝だ。あと、なんなあったっけ。だってパート1とパート2になってもう分けるよ、どういうこと。いや、いいだろ、なんでも。いや、じゃあ全部今まで分けてきたのに、もう1と2やったじゃん。まあね、確かに。それちょっと思わなかったわ。いや、まあ、タイトル変えればいい。いや、まあね。1と2って。変えろ。行こう。行こう。ロンウィーズと、ハーマイオニーと。ハーマイオニーの女優さんの名前は、マイティーソーだよね。俺だって電車乗ってさ、うん、窓を開けたりするもん。今も？うん、窓開けようと。痴漢だよね、それ。違う。窓開けるってさ、すっげえ勇気いるじゃん。勇気、お前痴漢だよね、それ。痴漢じゃないよ。まあ、電車で窓開けれる勇気あるやつ痴漢やるから。してないです。してない。はい。あれってもうさ、わかるよ、空気感えぐいじゃん。いや、わかる。お前、なんか年功序列じゃん。なんかその、開けてるやついるとさ、なんかさ、この空気じゃん。なんでガタガタやってんの、なにそうですね、とか、もう、あ、結構満員で、うん、なんか空いてて、うるせえなとか、うん、外うるせえ、風強えとかね。誰がやんの。いや、で、誰が閉めるかっていう話よね。そうで、いや、俺かってなって、でも締め方ちょっと分かりづらかったです。まあね、こうパチンって、ね、で、あれちょっと戸惑って最終的にできなかった時が一番だぜ。一番やばい。なんか俺かましますわって言って、なんかガチガチやって、そう、あったかこってちょっとできあんぷってなったら、お前そいつ、いや、お前今行こうとめちゃくちゃ滑ったじゃんって、うん、で、でもそのミスを見た瞬間に上書きしようとしたら、もうその、なんだろう、あ、こいつより俺かましましたっていうやつになっちゃうから、誰も攻撃できなくなっちゃうわけ。でも行くんでしょ。いや、俺はそういう時は行かないけど、一人の時は行く。一人だけだったら行く。ね、いや、もう開けたやつ不在だろっていう時あるじゃん、その誰も悪くないだろこれっていう、その誰かしらの形跡によってもう一生空いてるやつとかはやります。へえ、ガチャン。電車の中だと強気なんだ。一生合うんだね、そいつだとね。